次の週末どこにする？こんにちは、カラカラです。今回は和歌山県熊野古道へとやってまいりました。熊野古道とは熊野三山と呼ばれる熊野本宮大社、熊野幡山大社、熊野那智大社へと通じる参詣道の総称です。文化世界遺産にも登録されていて、古代から中世にかけ多くの人々が通った由緒正しき参詣道です。ここを抜けて熊野那智大社へと向かいます。まあ平たく言うとお寺参りのための山登りです。パワースポットでもあるようなので、パワーたんまりいただいていきましょうか。見てください、これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。マイナスイオン的な、都会の喧騒を忘れ的な。ひとまず登りきりました。とはいえまだまだ続きます。この熊野古道、ルートがめちゃくちゃ多いゆえにめちゃくちゃ長いです。そして大社もたくさんあり、たどり着く場所もそれぞれ違います。要は僕たちが今歩いてる道はたくさんあるうちのほんの一つです。今回僕たちは大門坂駐車場から大門坂を抜けるルートを選びました。この辺りや大社の近くまで車やバスで行くこともできます。お年寄りの方や足が不自由な方でも参拝できますよ。見るからに標高が上がってきました。山に囲まれていいところだな。参道まで来ました。どんどん登っていくぜ。オラ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 、ヌメヌメ動くぜ。なんちゅうええとこや。そこの殿様の気持ちを味わいたい方、この辺りに住居を構えるというのはいかがでしょうか。そして一つ謝罪することがあります。熊野那智大社ですが、撮影者のレノンがもう一つの目的地那智の滝のことを考えていたら、撮影せずにスルーしてしまったようです。彼に代わりお詫び申し上げます。この時僕は彼とはぐれていて、バッチリ大社へ参拝していました。みんなの分も参拝しといたからね。みんなの健康長寿、火の用心、その他もろもろ全部完璧です。朝の8時頃から登り始めたんですが、もう我々はみんな全身汗だくです。それも込みで健康的で気持ちいいですけどね。我々はもやしなので、もうここに来るまででクタクタです。細かく休憩と水分補給を挟みながら向かっていきます。さて来ました、那智の滝疲労神社。入っていきましょう。階段を下って到着です。なるほど、確かになんかこう神聖な感じのオーラを感じます。なんとなくです。さてではこちらにパワーストーン的なものがあるので、早速パワーもらっていきましょう。パワーカモン、パワープレイズ。おみくじがありました。どうせなのでやってみましょう。1人100円で3人300円です。いいやつを引いた人が勝ちです。結果は中吉が2人と吉が1人、吉の私カラカラが勝利です。当然ですね、普段から行いの良さが違いますから。那智の奥の山から流れている数ある滝の中で一番高いのがここの滝です。世界遺産にもなっているそう。今回は遺産のバーゲンセールやで。高さ133メートル、滝壺の深さは10メートル以上あり、流下する水量は普通毎秒1トン程度と言われています。これが自然の神秘ってやつですね。人の手を介さない大きな自然のエネルギーというのは何か心に惹かれるものがあります。僕も若い頃は都会に憧れて都会の方に住んでたもんですが、年々年を追うごとに自然や田舎の方に心を惹かれるようになりました。つまりそういうことです。どういうことですか？お札やお守りも販売されていました。帰り際どでかいおみくじがあるのに気づきました。
僕たちがやったおみくじの隣に普通に置いてあったんですが、誰一人気づきませんでした。こっちでやりゃよかった。そういえば途中、ご高齢の車椅子の方をお見かけしました。坂も多いですが、いろんな方が来ることのできる観光地というのは素晴らしいと思います。帰り道ですが、来た道を帰る気力はないのでバスを使おうと思います。自然あふれる小道や滝、いかがでしたでしょうか。季節によって見せる表情も変わると思います。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回はバスの車内から失礼します。それでは次の週末どこにする？